それでは続いてのコーナーに行きましょう。先ほどの新情報の中でアクアクラブ2021で100個の企画にチャレンジするクラブチャレンジを実施すると発表しましたが、早速ここでその一つ目の企画にチャレンジしたいと思います。最初のチャレンジはアクア結成6周年記念特別企画、9分の6アンケートチャレンジ。9人中ですね、6人が選択肢の1番を選ぶような2択のアンケートを考えることにチャレンジしたいと思います。さらっと間違えました。アンケートのお題はですね、各ユニットごとに考えます。見事時間内に3回9分の6のアンケートを成立させることができるとチャレンジクリアです。はい、はい、はい、じゃあまずはちょっとやっていきましょうか。もうね、そうだね、はい、考えてなかった、シャロンの3人からアンケートのお題を。よし、じゃあ考えてない、あれでいきますか。あれでいきましょう。はい、考えてあります。はい、じゃあシャロンは今日傘を持ってきた人。え、どっちかですか。これいい問題だと思うんだ。そうなんです、これいいと思うんだよ。1がアイアイがね、これは明暗だなって。一が持ってきてる。折りたたみもありにする？折りたたみありにする？ありにする。まあ傘だもん。まあ折りたたみ傘だ。OK。持ってきたが1。1。持ってきてないが？持ってきたが1だね。記憶がない人はどうしたらいい？記憶がない人はそれはどうしようか。じゃあ確かに記憶固めてもらって。今日考えてるよね。何は持ってないな。なんか古いらしい。本当？うん。持ってきた人が1、持ってきてない人が2。多分だけど、多分だけど。もう怪しいぞ。よし、いけてるかな。いいよ。さあさあ、皆さんよろしいですかね。うん、はい、はい、はい。じゃあ、参りましょうか。それでは、札を上げましょう。あ、揺れに行って。どう？どう？どう？あ、嘘。間違えた。間違えた。何だ？間違えた。嘘っぽいじゃない。あれ？はい。それでは、いや、集計していきましょう。集計しよう。1番。一番を選んだ人、1、2、3、4、5人。わー、えっ、あー、ということでチャレンジ失敗。ただ一番間違えたまま上げてたら間違えちゃった。はい、正直者はいいこと。持っていこうって家出る前まで思ってたのに。惜しい。忘れたから。でも私も多分だよ。多分、うん、後で楽屋帰ってなかったらごめんって言ってた。はい、いや、惜しかったね。惜しかったですね。では続いてアフェリアの、うわ、どうする、どうする、どうする、決まりましたか。あ、私これがいい、これいいよ、言って言って、いいよ。スマホの画像ホルダーに稲見アンジの寝顔の画像が1入ってる、2入ってない。これはもちろんね、すごい問題じゃん。でも、いや、これは、はい、OK、はい、はい、それじゃあ、皆さん、準備はいいですか。いいね、はいはい、それでは、札を上げていきましょう。どう？もしかして、それじゃあ、1のあるを選んだ方、手を挙げてください。なんでそんなみんな持ってんの。もう6人。すごい、チャレンジクリア。え、私が持ってるの知らないでしょ。知らない。待って待って、事実確認をさせてください。アイナさんはいつのお持ちなんですか。え、私はどなたかが撮った写真を共有されたものを共有共有して自分が撮ったやつじゃないパターン、保存してグフって思って、いや超可愛いのよ本当に。あれ、この人じゃない、この人じゃない、共有してんの。そうだよね。この人しかいない。常習犯です。ですよね。一番持ってますもん。私もその共有の記憶はあるけど、うん、ね、みんな意外と持ってる。なんで持ってる。いや、保存してる、保存してる、保存してる。自分で撮ってる、自分で撮ってる、自分で撮ってる、自分で撮ってる。私に関してはね、ウルジャンでバスの席が隣で T シャツがいます。私もやるやる、ネタルアンジュ撮らせていただいて、似てるんですけど、ドリカラの MV 撮影の時に私の後ろ、あんちゃんだったんです。窓と椅子の隙間から。そうだよ、そうだよ。すごいじゃん。後ろにやるやる。うわ、もう次から先頭に座ろう。あんまりないよね。あんちゃんのさ、寝顔写真集とかさ、出てるだけで。寝顔でしたら提供結構そう。需要あると思う。いいね、いいね。いいと思う。考えます。持ち帰り、一回持ち帰っていただいて。寝顔チャレンジ。はい、ということで、チャレンジクリア。私たちギルティーキスから問題出しましょうか。うん、はい、
じゃあ相田さんからお願いします。私からじゃあいいですか、はい、お風呂で寝たことがある人。あ、なるほど。すごい疲れてる時とかさ、うん、あるじゃん、はい、ある人が1、ある人が1、うん、ない人が2、うん、オッケー、うん、それでは札を上げていきましょう、はい、どうぞ。お、あれ、お、あ、え、あ、あれ、じゃああるってあげた人、はい、1、2、3、4、5。あ、あ、あ、惜しい。あ、ゼリア全寝だから全寝全寝全寝、みんな疲れてる、最近の話かな。最近じゃない、意外と ない人もそうだね、ないな、本当に危ないもん。危ないよ、危ないのシンプル、危ないよ。でもさ、それってさ、寝るっていうか気絶らしいよね。あ、っていうのね、お風呂で寝る。え、私いつも朝寝てた、お風呂。え、学校から学校行く前起こされるじゃん、うん、お母さんに、うん、で、お風呂入ったらお風呂の中にちょっとだけ寝れるから。やばい、やばい、寝ようとして入ってたの。そんなことある。しかもめっちゃ昔ってこと。そう、中学生とか、うん、多分小中学生の時よくお風呂で。よかったよ、無事で。本当だよ、そうだ、生きててよかったよ。どのタイミングで起きるの、みんな。確かに、わって起きる。なんかさ、わ、気持ちいいな、スーって言っちゃうよね。そう、そうなんだよね。なんかちょっと目つぶっちゃうと、もうダメ、うん。どうやって起きるの。そうだね、一回鼻の中に水入って。私もある。一回それはない、沈まない。結構沈まない。浮くの。寝方綺麗、寝方綺麗。すごい、はい、ということで、あ、もう一周できるみたいだよ。じゃあもう一回シャロンの3人に戻って。どっちにしようね。どっちがいいかな。どうする、決めとこうよ。あの、決めとこう。あれもいい、なんかあるね、好きなの選んで。あ、これにする、これにしようか、ね、あれ行ってみる、うん、はい、じゃあシャロンは決まりました。はい、ジェシカさんお願いします。はい、ライブで失敗する夢を見たことが1、ある、2、ない。これね、うん、え、もう一回言って、ちょっと聞いて。ライブで失敗する夢を見たことが。オッケーオッケー。あー、こういう、はい、なんか寝ることばっかり。確かに。はい、それじゃあ、札を上げていきましょう、どうぞ。あれ意外と、あれ意外と、あれ、あれ、みんなだと思ってた。あれ、うん、おもちゃ、すごい。シャロン、シャロン、シャロン、ポジティブ人間風だね。でもさ、ライブする夢を見たことあるじゃん。あるある。でもなんか、やばいヘマをしたことっていうのはないのよ。ないない。そう、夢が見るけどね。夢までそう、振り覚えてないけど、ステージ出される夢は見たことある。あるよ、それ失敗じゃないんだ。そう、で、目覚める。びっくりして目覚めてる、やっぱり。失敗はしてないかも。確かに失敗はしてないけど、なんか自分だけ衣装が違ったとか。あるね。いや、絶対あるよね。るまだ振り入れしてない曲が流れてくる。そうそう。ステージ上げられて、知らないよって適当に踊る。やりすごい。逆にそれもすごいけど、なんかさ、なぜか理由はわからないんだけど、自分だけライブに出れなくて、客席からみんなが、みんながライブしてるのを泣きながら見てるって。めっちゃ悲しい。悲しい。悲しいよね。この夢やだよね。はい、ということでチャレンジクリアです。思いがけず。じゃあ続いてアゼリア、お願いします。迷っちゃうね。どうしようね。いいよ、決めて。じゃあこの時期寝るときに毛布を1使ってる、2使ってない。はいはいはい、もう、はいはいはい、今日は寝るとき縛り、もう昨日でもいいんじゃない。もうそれじゃあ皆さん札を上げていきましょう。はい、お、あ、じゃあ1番を上げた人、はい、1、2、3、4人。あー、チャレンジ失敗です。これは自分で選んでおきながら、1番の人そんな多くないだろうな。意外といたんでね。カノコは暑がりだからね。私も使ってないから。そう、使ってるけど、朝になったらもう剥がせてる。そうそうそう、俺はね、しおりよ、上に。わ、すげえ。綺麗なんだよ、実は。なんか冷たい毛布使ってる。あー、ひんやり。そういうタイプね。ひんやり毛布ね。それいいね。使ってます、うんうん、チャレンジ失敗。はい、じゃあ最後、うん、ギルから出させていただきます、はい、じゃあ、うん、
もしもアクアの次の新曲の衣装がこの2択だったらどっちがいい？1着ぐるみ、2鎧。これ悩ましいですが、悩ましい。悩むか。それでは札を上げていきましょう。あ、1の方が多い。2を上げた人手を挙げてください。いや、これいや違うんだよ、これ抜け道があるなと思って。なんで抜け道？だって、シャゼキスみたいな衣装も鎧だよ、あれ。もう全部が鎧だよ。全部だよ。いや、全部じゃないって抜け道があるなって思って。だってどっちも嫌なの。全部なの。全部なの。私でもめっちゃ考えた。ギリギリまで可愛い、いや、かっこいいってなって。そういうことね。あと、鍛えられるなって思って。ドラゴンボールみたいな考え方か。かっこいいな。はい、ということでチャレンジ失敗です。それでは結果発表です。私たちの成功回数は、2回、ということでチャレンジ失敗、でも引き続きアクアクラブの方で私たちチャレンジに挑戦していきますので、応援よろしくお願いします。以上、来てる。なんか1個やってほしいって。佐藤さん、1甘いもの好き、2辛いもの好き、どちらか聞きたいそうです。辛いって塩辛いでもいい、塩辛い、酸っぱいとかでもいいんだよね。うわ、どっちだろうな、これ。それじゃあ、準備が良ければ札を上げていきましょう。え、辛いってさ、しょっぱいとかいいね。じゃあ、1番を上げた方一人だけ。嘘でしょ。かわいい。え、リカコ辛いのじゃないの？え、私辛いのが2。辛いのが2か。辛いのはそう。自分の辛いのが2だよ。なるほど。え、シュカ甘いものの方が好き？え、私だけだったの？そうだけ。そうみたい。意外だね。いや、シュカが甘いの食べてるイメージもあんまない。あんまない。そう。何食べる？さっきもお菓子甘いの取ったよ。ポッキー取ってたよ。辛いのあんまし。あ、確かに。え、これ辛いってさ、しょっぱいと甘い。甘いもよ。辛いって唐辛子じゃないよ。え、辛い、韓国料理とかもでしょ、辛いでしょ。だけど、でも、塩辛い。塩辛い。おせんべいがいいか、チョコがいいかみたいな。そういうこと、うん、そしたら、そっちだと思う。に。じゃあ、料理って何しかと思った。でも、全員一致ということで、じゃあ、チャレンジクリアでいいですね、やったー。イエーイ、イエーイ、イエーイ。趣旨変わってるけど、イエーイ。ということで、以上9分の6アンケートでした。